はい、どうも、ダンダラと申します。JCS 前に買ってた、オリパと、あと、この間買った、適当に買ってた10パックのミタクルツインが出てきたんで、まあ、JCS も終わったことですし、これらを生産していこうかなと。これ、いつ買ったのかな？覚えてないですけど、カードラッシュで買ったんですよね、JCS の前に。で、3パックしか入ってないから、多分1個3000円のオリパだと思う。1000円だったら僕大体5か10買うんで、いつも。で、あと、ミラクルツインが10パック。これはどこで買ったんだかな？ JCS の会場では買ってないから、その後どっかの家電量販店行った時にたまたま見つけたんで買ったんですけど、どっちから開けよっかな。これ1個3000円しますからね、なんだかんだ言って。ちょっとパックから開けてこう。いや、普通にミュウミュウがマジで足りてないんですよ。いや、まあそうっすね。なんか最近の話なんですけど、実況者の人たちに誘われて、バーベキューとディズニーシーに行ってきました1日で。バーベキューって僕本当になんか小学校か中学校の時なんか野外学習の一環でやった以来なんで、多分15年ぶりぐらいかな。多分本当にそんぐらいぶりだと思います。なんですけど、まあ感想としては肉がうまかったっすね。はい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 。あ、ウィークガードエネルギーがね、まだ4枚なかったんですよ。そう、肉がうまかった。もこう先生がなんか2万円分ぐらいの肉を買ってきてくれたんですよ。単純に多分あれ結構いい肉をお店の人も選んでくれたと思うんで、マジでなんか下手な焼肉店行くよりもうまかったんじゃないかなって思いましたね。なんかバーベキュー自体は、まあ、なんだろう、みんなでああいう共同作業をやる楽しみっていうんですか、みんなで火を起こして肉を焼いていくという、まあ、あれで親交を深めるのがまあおそらくバーベキューの目的の醍醐味の一つでもあると思うんですけど、まあ、それは体験しててすごく面白かったですね。またやりたいなって思った。陽キャへの目覚めなんか陽キャに目覚めそうみたいな。で、まあそのバーベキューやるだけだったらよかったんですけど、誰が言い出したのかな、もしかしたら僕が言い出したかもしれないですけど、なんかディズニーの話になって、なんかちょうどいい時間帯だったんですよね、アフターシックスで入るのに。うん。で、まあその後ディズニーシーに行きました。マジでなんかその都内の割と内陸の方でやってたから、まあ、真逆の方向だったんですけど、そのバーベキュー場から1時間近くかけてディズニーシーに行きましたね。やばいな、GX 1枚持っててないけど大丈夫か。レアはなんか出たんだっけ。キッキングか。いやー、なんか渋いな。 GX 1枚ぐらい出てくれたらいいんだけど。デデンネ白竜シビシラス、おっしゃー来たー、オッケーうるせえ。オッケー、これは勝者だね。よしよし、ミュウが出たならオッケーオッケーオッケー、強い強い強い、オッケー。いや、もう何も言うことはないっすね。はい。ワンチャンあと SR 狙っていくぐらいなんで。何の話をしてたんだっけ？そう。バーベキューやった、その日に本当にあれ、ノリだったね、マジで。そうですね。バーベキューの後にディズニーシーに行ったっていう。ディズニーシーは僕、なんと、大学時代すごい結構好んでよく行ってたんで、まあ、ディズニーは、ランドはあんまり行かないですけど、僕どっちかって言うとシー派なんですよね。マジでミュウミュウ出て終わりじゃん、これ。なんか、ちょ、SR こい、SR。バチュルチョロネコキノココ。あ、マジでミュウミュウ。これ出てなかったら危なかったな。このパック開封お蔵入りになってたかもしれん。まあ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 、ミュウミュウ出たなら OK っすわ、とりあえず。これで多分本当に、その金額的にも10パック分の元はマジで返ってきてる。で、じゃあ、1個3000円のオリパ。これマジでいつ買ったんだろうな。全然思い出せないんだけど、JCS の前っていうことだけ覚えてる。どっちだ、二枚とも裏向いてるから、このままでいいのかな？ちょっと怖い。よっ！あ、これが当たりっぽいな。光るアルセウスって今いくらぐらいするんだろう。まあ、普通に高そうだけどな。ちょっと調べてみよう。予想は、一昔前はね、なんか3000円ぐらいしてたと思うんですけど、まあ、1500円ぐらいで買えそうだけどな。めちゃくちゃ安かったわ。これ1000円で買えますね。あれ、僕これ買ったの3000円オリパだよな。ゲノセクト GX でしょ。1000円オリパのような気がしてきたぞ。で、あ、でも、3つってことは多分3000円オリパなんだよな。3000円オリパで光るやるし、ちょっときついかもね。前が当たりだからこうすればいいのか。マナフィーと、よっ！あー、ジラーチか。いやー、ジラーチもな。半分帰ってきたって感じだな。いや、今回渋いかもしんない。この間は、なんかポケモン入れ替えの UR とか、コケコの UR とか持ってないし、それなりに価値のあるカードが当たって結構嬉しかったんですけど。やばい、今回渋いかもしれない。いや、まあ、3000オリパ一瞬で終わるからな。ライコを、ちょ、頼む。欲しいのは、なんだろうな。あ、そう、アセロラの SR が欲しいんですよね。ほら！いやー、くそ、溶接効果！溶接
構はね、まあ、トントンかな。うん、多分ね、3000円切ってるぐらいだと思う。2500、600円で買えるかな。まあまあ、溶接工がこの中だと、まあ、多分一番価値が高い。わあ、微妙だな。渋かったな。まあ、パックからミューミュー出たし、いっかって感じ。というわけで、バーベキューとディズニーシーに1日で行った結果、体がバキバキになったと。マジで痛いんですよね、今体。いや、なんかね、10代と、10代っていうんですかね、その、大学生ぐらいの時まではそんなことなかったんですけど、1日動くだけでもう筋肉痛が、体中が筋肉痛になるんで、まあそろそろ体をちゃんと鍛えておかなあかんなと、まあそんな風に思いました。炭大臣フラトラバーベキューとかやったことあんの？いやでも小学校の頃にはやったことあるけど、俺もなんかね、家族で、ね、中高はやったことあるかな。あー、今日のここ炭みたいなやつしちゃう。炭？僕のポケモン GO のあれじゃん。炭？炭、炭。いやこれあえて聞いて、あのそう今日汚れる読み、あーそういうことね。そう、目立たないように。そう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 、男の料理出張版収録してる。あっちね。バーベキューが出てきましたね。なんか匂いとかも、うん、それっぽい、それっぽくなってすごいなこれ。いやこれめっちゃ豪華っすよ。マジでやばいっすよ。これ2万円分2万円分バチコリ、バチコリ、すごい両脚で俺ら、うん、しかも俺らもう任せたもんね、2万円分でお願いしますっつって、店員さんちょっとえってなってたね。そう、プラトラこういうなんかワイルドなの似合うよね。あー、これもちょっとワイルドになってる。中の声だんだんついてきたよ。そろそろ散らす？確かに。ここに来ても自分のチャンネルを宣伝していくと。あ、ライバロリー10万。え、ライバロリー10万。どこ行くにしてもそれじゃん。基本これキッズいっぱいいるんでアピールしてる。そう、こっちにいますからね。キッズがこれ知ってるって。いやでも気づいてないだけで絶対いますよ。一応2つ1つそうですね、切れ込みとかで、あ、切れ込み入れようか。ちなみに先生、ナスは料理として使ったことありますか？ナスは自炊時代めちゃくちゃ買ってた。俺カレーとかによく入れてた。カレーにナスいいですね、おしゃれ。うん、ナスカレーみたいな感じで。こうあれ多分子供嫌い2トップだよ。ナスとピーマン、ナスとピーマン、ナス一番好きかもしれないけどな、野菜で。もう別になんかナスそんなに嫌いじゃなかったな。ナスはマジで、あの揚げナスが神。あ大人になって分かるようになったけどな。ポン酢とさ、マジでうまい。なんか天ぷら屋に出てくるおしゃれなナス好きだわ。こう薄くスライスしてでもつながってるみたいなやつ。なんかそれ、え、分かんない。え、あるある。あ、それいいですね。ポテト食いたいとか。いや、ポテト星人。いや、多分僕以上のポテト星人ですよ。あ、これもなかったんで。まあそれはね、いや、買おうか悩んだんですよね。ポテト、伊藤慎太郎食うだろうって。ポテトでも揚げないと無理っすよ。焼きポテト。いや、そう、そこを鑑みて、もうやめたんですよ。え、待って、ポテトか、あ、僕入れ忘れたわ。え、あったの？入れようとしてたんだよね、ジャガイモ。あ、ジャガー、ジャガー、ジャギー、ジャギー、いやジャガイモ、ジャガイモ買ってた。入れ忘れたわ。なんかそんななんかあれだよ、めちゃくちゃ暑いわけでもないから。あー、ジメジメもそんなしてないしさ。あ、今の環境ね。まあちょっと寒いぐらいだ。ぼつぼついいんじゃないですか、ちょうど。ぼつぼつ、ぼつぼつ、ぼっち、びちゃびちゃ。この人、やばいっすよ、本当に。ポルケニオン、ポルケニオン、バクーダ、バクーダ、バクーダ知らないっすよ、バクーダ。いや、知ってる。ストロングフレアだっけ。知らん。あれ、ストロングフレアでしたっけ、バクーダ。バクーダ、なんかトリカソで140出るやつ。もうこんなバクーダの技。え、最近出ましたよ、確か。え、新しいやつ。新しいやつ。え、発表されたんですか。いや、違います、もう出てます。え、マジ。あなたに持ってんの知ってます。あ、そう、そいつの下技が確か炎を無色で140ぐらい出るんですよ。あなたにしか知らない。イケモンカード博士じゃん。
体当たりセット。ポケモンカードアカス。ポケモンカードアカス。